どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく。覚えてるならよろしい。じゃあ指輪をつけてみよっか。装備品扱いにしてと。ん？何も起こらないみたい。キリト君も装備してるよね。今さらとか思ってるでしょう。だいたい最近ずっと宿にいたから、キリト君とそういうことする機会もなかったし。それに急に裸になれなんて言われても心の準備が。Thank you.
よし、そのまま視線は左側に固定。じゃあ湖に入るわよ。私の指輪、あ、透明だった指輪が薄い水色になった。後ろ向いててよ、もう。
Yeah.
ぜい。
どうしたの？それじゃあね。